どこかにあの男がいるはずだ。あいつの目的はルーだ。
Thank you.
人じゃないか。そうじゃ。どこなんだ、ビービー。俺のビービー。俺はクリフォード・アンカー。
せ。ビビ、今から出してあげる。いいかい？私のベイビーを返してくれ。あんたはクリフォード・アンガーか？あんたがルーの父親。お前はただのサムではない。お前はサム・ブリッジズ、未来への架け橋だ。サム、お前が俺の代わりに本物の橋になれ。さあサム、立って。諦めるしかありません。
残念ですが、私は国に、いえ彼女に忠誠を誓っています。彼女の命令には背けない。そうなってしまえばあなたたちを助けられない。危険を冒してまでなぜ私を？それはあなたが私を守ってくれたからです。何度も何度も。私はどんな過酷な戦場からもなぜか生還することができました。サム、大丈夫か？データログは確認した。あんたはスーパーセルに飲み込まれ、その次の瞬間にはグラウンドゼロを越えてポートノットの近くに現れた。ここへは誰が？ビクトールを覚えているか？彼が港で倒れていたあんたをここまで運んでくれた。あのクリフはこの子の父親だ。BB を返してほしいと。それはおかしい。クリフが存在したのは、こいつを託された。これは何かのヒントなのか？ BB 誕生の秘密に何か関係があるに違いない。クリフは敵ではない。そんな気がする。俺たちに何かを伝えているように思える。しかしビーチで長官を捕らえたのはクリフだったんじゃないのか？クリフとダイハードマン、ブリジットは過去に何かつながりが。そこなんだサム。あんたに見てほしいものがある。アーカイブの調査中に見つけたんだが、長官から俺たちへのメッセージだ。戻ってこなかったら見てほしいと。これはあくまでも保険だ。私に何かあった時のための。これを見ているのがブリッジズのメンバーであることを望む。アメリカだ。これが送られてきた。私が望むならビーチに連れて行くぞ。これがビーチまで導いてくれるそうだ。罠かもしれん。しかし私は彼女に従おうと思う。君たちはもう気づいているだろう。私はこの仮面で自分の過去を封印した。しかしそれはアメリも同じだ。過去がない。存在した痕跡がどこにもない。まるで幽霊のようにな。それだけじゃない。
実体のアメリに会ったことがない。君たちはどうだ。生身のアメリに会い握手をし触れ合ったことはあるか。ブリッジズ第一次遠征隊は2班に分かれていた。アメリは先発隊、ママやハートマンは後発隊だったな。生身のアメリに触れたことはないはずだ。そうか、先発隊はエッジノットシティで全滅したんだ。生き残ったのはアメリだけ。彼女はそもそも実在しないのか。それは違う。俺はアメリと触れ合った。何度も。いや、俺はホログラムでしかアメリに会ったことはない。いや、俺は何度もアメリに会った。小さな頃から何度も。ただしビーチでな。母親である大統領はこう言っていた。アメリはビーチで生まれた。ところがカーはビーチに、ハーはこの世に分離していた。アメリはそのせいで生まれてからほとんどの歳月を病院で過ごすことになった。その代わりとしてドゥームスの資質が桁違いだった。成長するにつれアメリは病を克服し、同時にその能力が開花した。二十歳になる頃には体ごとビーチを往復できるようになった。ほとんどの時間をビーチで過ごすようになった。そこで彼女とのコミュニケーションはホログラムと通信に依存することになった。大統領がそう取り決めたからだ。私は大統領とアメリカ再建に全てを捧げると誓った。だから大統領の言葉は絶対だ。アメリは大統領の娘であり、次のアメリカのリーダーとなる。そう信じていた。アーカイブが復活していくと、私はそのあらゆる記録にアクセスを試みた。おかげで分かったんだが、ブリジットは二十歳の頃子宮がんを患って子供を産めない体になっていた。そう、アメリの年齢とは計算が合わない。つまりアメリはブリジットが産んだ子供ではない。では誰の子供なのか、何者なのか、そもそも実在するのか、大統領の彼女が絶滅体なのか、それともその娘の彼女こそが絶滅体なのか、絶滅体と呼ばれるものが本当に存在するのか、その絶滅体と言われる存在が DS の根源であるのなら、私は彼女に会わなければならない。サムの血液弾を装填してある。この銃は彼女にとっても私にとっても彼にとっても特別な銃だ。だからこれはビーチへ携帯できるはずだ。これで彼女が始めたことと彼女を終わらせる。みんなすまない。実は私には何の能力もないのだ。私はドゥームスでもサムのような機関車でもない。私は決して死なない男などではない。ただ運がいいだけの死ねない男に過ぎないんだ。どんな戦場においても私は死ななかった。それは死を恐れて逃げ回っていたからだ。よし、そろそろ時間だ。彼女が呼んでいる。ブリッジス、あとは頼んだぞ。この直後、長官はビーチに飛んだ。アメリに呼ばれて連れて行かれたんだ。彼はブリジットを撃とうとした。それをクリフに邪魔された。アメリとビーチで会う約束だったはずでは。アメリもあそこにいた。俺を逃がしてくれた。そうか、そうだったのか。すぐには信じることができなかった。つまり彼女は
うしたんだ。カイラル通信の制御が効かない。ロックネによればシステム自体が使えなくなる可能性も。せっかく大陸を繋いだのに。さっき言いかけたことだが、私から話をしましょうか。フラジャイル、疲れが取れてないようだぞ。休んだ方がいい。ええ、サム、冷静に聞いてね。あの後ビーチでヒックスを問い詰めたの。ヒックスがあっさりと吐いたわ。やつはなぜ君を裏切ったんだ。全ては彼女の思惑だって。彼女？ええ、彼女に導かれた。ボイドアウトテロも絶滅テロも彼女、つまりアメリが黒幕だと。そんなバカな。信じられないわよね、こんな話。でもダイハードマンのメッセージで確信した。あいつはアメリと出会ってから私を裏切った。あいつは私の能力で配送の勢力圏を広げようとしていた。少なくとも私と組んだ時はね。目的は破壊ではなく配送の拡大だけだった。でもアメリの能力は私をはるかに凌駕していた。 BT を自由に操れるほど。だからアメリに乗り換えた。でもあいつは逆に絶滅に取り込まれていった。あれはアメリの力だった。そう、アメリによってホモディメンスになった。ブリジットも彼女もビーチにいたんだ。ありえないことだが。信じたくないのはわかる。でもヒークスはアメリが絶滅体だと。ヒークスの BB ポットを開けたの。中に BB はいなかった。代わりにこれが出てきた。ダイハードマンが持っていたものと同じ。これが彼らのブリッジベイビー。テロリストが BB の技術を復活させてそれをあなたたちが流用したというのは誤情報だった。原理も目的も全く別のもの。 BB で死者の世界とつながるように、これはビーチのアメリとだけつながる。この人形には覚えがある。クリフだ。あの戦場にもあったものだ。クリフもヒッグズも長官もこの絶滅体に引き寄せられ操られていた。そうに違いない。一体絶滅体とは誰なのか。ブリジットなのか、アメリなのか。真相はビーチに行かないとわからない。その目的もいいとも。俺たちにそれが分かればラストストランディングを食い止められるかもしれない。彼女の正体も分かる。絶滅体の正体。彼女がビーチで待っている。早く東に帰って。サム、すまない、通信が不安定だ。頼みがある。フラジャイルの衰弱がひどい。このままだと昏睡状態になって魂がビーチに行ったままになる危険もある。彼女を回復させるためにあんたがいるポートノットシティからクリプトビオシスを持ってきてほしい。フラジャイルエクスプレスが保管しているストックがある。上の配送端末で依頼を受注してくれ。頼むぞサム。
今日は何の日だ。今日は特別な日になるはずだった。ママがああならなければ。君はまだ生まれていないけど、ろうそくは多い方がいいだろ。もうすぐ君をこの世界に誕生させてあげる。本当にね。そうしたら本当の誕生日を祝おう。ベイビー、誕生日おめでとう。爆撃します。サム、配送端末で依頼を受けてくれ。施設内では武器を強制ロックします。異常なし。ようこそ。その荷物は水没注意だ。くれぐれも荷物が水に浸からないようにしてくれよ。
はしばらくの間ひどい時雨が続いている。おかげであんたが今まで建ててくれた建設物も全滅だ。建設物の中に入っていた荷物はどうにか回収し、キャピタルノットシティ内の配送センターに保管しておいた。だがカイラル通信が不安定なんだ。おかげでカイラルプリンターを使うことができない。せめて誰かの助けが借りられればいいが、思い当たる相手はいないか。くれぐれも気をつけてくれサム。あんたは俺たちの希望なんだ。
Thank you.
ご機嫌だな。サムポーターブリッジ。
血液採取チェック、献血ありがとうございました。元気か？
Thank you.
サム、よくやってくれた。あんたを抱きしめてやりたいよ。危ないところだった。Please don't.